はい、皆さんこんにちは、のぼるです。今日もマリオカートイトラックスやっていきます。というわけで1コース目はロンドンアベニュー、キャラクターは、このゲームで一番重たいクッパでございます。というわけでやっていくんですけども、クラクションは、あ、なにこれ、こんな音なんだ。ちょっと待って、クラクションの音聞いてたらちょっと曲がるの忘れてたんですけど、いやー今の割れないの痛すぎる。保証的の出たらでかいんだけどなー。まあ、こういった痛すぎる、マジ。そしたらちょっと打開気味に行こうか。一旦まあダブルを割りに行きまして、あとはコインが欲しいから、まあ一旦ここ初等化せずに、外側行ってコインを4枚かここ取っていこうか。とりあえず3枚か。 OKOK、 3枚取って、6枚になったわけね。でここ復活する。いやー、コイン復活したのに上すぎて取れなかったけど、一旦ここダブル割って、表スターか。このコイン3枚はでかい。いや、それ釣られんのマジかよ取った3枚即奪われたんだけど、さすがにこれは無敵入らないとやられるんで、ちょっとそこのコイン2枚ください、ありがとう、オッケー。ただちょっとまだ前には行きたくないから、ここ一旦、まあ機能さん持ったままでいいから9割して、オッケー、危ねえギリギリセーフで無敵引けるよね、そりゃね。やばい、危ない、セーフ、オッケー。でこっからどうするか、ちょっと待って、まずいから一旦キノコ使ってごまかして、ここダブル割ろうか。なんかいいの出てくんねえかな。無敵引けないか。まあさすがにちょっと無理か。6割7割だったもんね。しょうがない。なんでお前こっち来たの、真ん中行っとけよ。ちょっと待って、これ一旦ケツつけつつ、ちょっと待って、そのボム怖いけど、まあ多分後ろ投げするよね。前投げしてきたらすごく怖いけど、前投げしてきたね。そしたらまあ避けつつ、ここは投げちゃって、浅めの外かで、ここのコインをかっさらいつつ、もう一丁浅め、浅めじゃない、ここは浅めじゃなくていい。ただ持っとくべきだったのかもしれないという気持ちも山々なんですけども、ちょっと待って、マジか今のそこのパックンじゃない、ワンワン食らうの痛いぞ。それ待って、一旦ここは後ろ投げして、キノコ2個でかいねこれ。ここはさすがにショート化していくよ。2個使ってショート化して、ぶつかっちゃったけど、なんとかリカバリーはできてる。あとはトゲ来てくれればって話だな。ただこれ、あ、来たね、オッケーオッケー。危なすぎ。ちょっと待って、これ一旦外側に避けつつ、クラクションとか持ってないよね。いや、お前ふざけんな、なんだその3だ。マジで言ってるそれいや今サンダーなかったら確実に1位だって、もういやないわそのタイミングのサンダーは。さあ続いてのコースはバンコクラッシュですね。いや、コースはどっちもいいの引いてんだよマジもったいない。今の3位か、2位すら取れなかったもんな今の。ちゃっかり抜かされてるもん。スタダちょっとミスっちゃったけど、とりあえず前出ていきたいけど、ここ SMT しか出せないよな。コイン取られるか。じゃあ行かなきゃよかった。待って、これはなんか赤投げられそうだから一旦ケツつけておきながら、あ、ぶつかっちゃった。SMT は出るか。OK、出てくれた。ここはさすがに後ろ投げしてって思ったらマジか。ちょっと待って、これ一旦 MT でいいから出していこうか。ちょっと慣れない重量級に手こずってる感が否めないな。危ね。コイン欲しかったんだけど、マジか。ちょっと待って、一旦離れる。一旦離れたかったのにな。なんなのお前マジで、めちゃくちゃこっち投げてくるじゃん。クッパに何か恨みでも。ここはまあさすがにダブルを割りに行って、おお、木野さん出るんだこの距離で。いや、しかしまあちょっとコインがなさすぎてっていう話。はあ、サンダー早っ。そのコインは一旦もらいまして、あー、ここのコインももらって、あの人ちょっとかわいそうだねここのコイン復活しないか、しょうがないね。そしたらここ SMT 出ないかな。さすがに出るよね。これ OK 出てくれた。で、コイン、ちょっと曲がりにくさも結構響いてる感じもするね。ジャンプアクションは出しつつ、そのコインだけ欲しい。 OK、 コインもらって、ここ一旦ちょっと待って、これはさすがに MT から行かないときつそう。 OK、 OK、 待って、なんだそのバナナに。大丈夫、ギリギリセーフ、ギリギリセーフ。ここ MT 出る。 OK 出てくれた。これ一旦ケツつけておこうか。ただトゲがね結構早めに来てたから、ワンチャンもう一本来ると思うんだよな。来ないかな。いや今投げてもよかったなこの赤。ここでまあ投げて、いやちょっと MT 溜まりにくすぎる。ちょっとここのイカスミマジやめてほしいんだけど。ここ投げますか。さすがに投げよう。
投げて、これ多分食らうはず。オッケー、食らってる。で、赤は俺に来んのか、それ。マジ？それしんど。嘘でしょ。マジかよ、これ。ちょっと待って、絶対後ろ投げしてくるから、こう一旦クラクション。いや、無理か。いや、もう惜しい試合ばっかりだ。マジ？今の赤、俺のとこ来るのか。さあ、続いてのコースはキノピオサーキットですね。お、なんか1スタートになってるけど、こういう打開コースの方がなんならうまくいく気がするから、ちょっと楽しみではある。楽しみというか、ここで決めてえな、マジで。いや、多分最重量級がね、一番難しいと思うんだよね。クッパとあとモートンが最重量級に入ってくるんだけど、ちょっとね、こいつらは時間かかっちゃいそうな気はするよね、正直。いや、1動画で終わんなかったらちょっとやだな。これ完成するか。じゃあまあ一旦このまま前行ってコインだけ回収しようか。1スタートだったからコインが全然ないんだよね。外側行ってコインをまた3枚取って、 OK、 6枚になった。まあそしたらちょっと渋滞してるな。渋滞してからまあ一旦ここ別に割らずに行くか。割らずに行って外側のダブルを割りに行こう。あそこのちょっと早くどっか行ってくんねえすか。怖いかったけど、ダブル割れたね、ちゃんとね、オッケー。何が出る？強くね？なんかスター盗まれた？盗まれてないね、オッケー。ちょっと、怖いよ。待って、やめてね。俺に、体当たりしてこないでくれ。ここ UMT 出して、もう一丁 UMT は出せないけど、SMT 出しつつ、まあ、ここで使うか。投げちゃって、何が出るかっていう話。ちょっと待て、いい感じに来てるぞ、これは。マジで勝てる。この木の3で最後外化したらもうマジで勝ちじゃない？キラーでできる限り前に出ていく。できる限り前、なんかすごいところで降ろされたけど、木の3。いやー、でもこれ盗まれたらやばいなーとか言わない方がよかったな、絶対に。いや、でもこれマジで持ってけたら勝ちだぞ。こいつのキノコもちょっと強いけど、まずここも初等化しまして、防御も出てる。オッケー。そしたら、ね、なんで俺なの、もうまただよ。隣に人いたじゃんか、もうやだ。なんか1位逃すの、今日。さあ、続いてのコースはピーチサーキットですね。いいよ、もうこういうコースしかない、勝つには。マジで打開コースバンバン押してって、もう打開でなんとかごまかしていくしかない。もう見て、中量級以下のキャラクターしかいないよ。もうなんか異質すぎるクッパがいるんだけど、まあとりあえずまあここも打開していこうか。いやー、マジ惜しかったな今の。なんで赤くこっち来たんだろうな。まあちょっと完成したんであれば一旦コインを回収して、次のコインも回収したいんだけど、どこにあったかな。外側にあったはず。あ、真ん中か。オッケー。で、コイン回収して、ここのコインも回収して、まあ、ここのダブルを割るために、オッケー。いい感じにダブル割って、コインも9枚になったね。あー、表スターか。そしたらどうしような、これ。表スターなら、まあ、ここのインのアイテムでシングル交換って感じかな、一旦。何が出るか。無敵が引けるんであれば、ちょっと待って、なんでこんなとこ走ってんの俺。まあ無敵出てくれたから OK。そしたらどうしよう、もうこのままのアイテムで打開するか。ちょっとキラー引けてない打開か、ちょっと怖くはあるんだけど。トゲも来てくれたね。ちょっと待って、キラーじゃないですよ。クッパこれ曲がりきれねえのか。あの赤さん怖いね。ただ投げてくれるでしょ。待って、俺に投げてくる気がする。いや、もう最悪マジで、ここで吐かされたの痛すぎる。いやー、ちょっと待てよ。一旦ここ、ちょっと下がります。次のアイテムで9割して、ん？あいつサンダー持ってる？あいつサンダーじゃない？え、スターか。ここのアイテム絶対にダブル割るために、ここをちょっとさっきのとこ下がっといて、表スターか。いや、表スター悪くないんじゃない？むしろ。この、いやー、もう使うとこだったのに。マジか。いや、でもまだ大丈夫。まだ全然勝ち数字ある。とりあえず、ここ絶対に停止です。マジで、ここで停止しなきゃ負け。ここで停止して、8か。8は悪くないんだけど、どうしていこうか、これ。いやー、困ったな。一旦ここでもう全部投げちゃって、最後のダブル。ここで、マジで。おー、悪くないぞ。てか、めちゃくちゃいい。これはまあこのまま普通に飛んでっちゃって、いやでも1位が遠いな。トゲ行ってくれないともう間に合わないけど、トゲ引いてるか、ギリ間に合いそう。2位が被弾してるし、マジワンチャンある。間に合ってないか。いや、トゲ間に合ってねえか、惜しいな。
トゲがもうちょっと早かったらワンチャンあったな。さあラストコースはここリバーサイドパークですね。マジで打開コース、本当に打開コースで打開する以外に勝ち数時間ない気がする。前逃げはできないから、もうとにかく打開コースを押しまくって打開コースを引いてそこで運ゲーする、もうこれに限る。本当にそれ以外の勝ち筋がない。これは逆が良かったけど、まあしょうがないね。とりあえずコインだけ回収しながら、裏にはスターが出てくれるか。 OK。 まあとにかくコインだね。コインを回収して、ここもまあダブル交換して、何が出る、いや無敵引けねえか。まあまあまあ、でもまだね1周目だからなんとでもなる。でここはまあ一旦コインだけ回収して、危ない危ない、やめ、ねえなんでそんなことすんの。ちょっと待って、一旦落ち着いてコイン回収して、ダブル割りに行って、何が出るか。あ、ダブル割りに行ってって言って、俺なんかキノコ持ってるじゃん。なんでキノコ持ってんの俺、わかんないです。ここは MT 出しながら降りて、 MT 出しながら降りて MT しか出ないの。いやなんかおかしな日本語っぽかったけど、おかしくないんだよ。トゲが言ってくれてるのは助かるね。ここ UMT 出しつつ、ここで、シングル交換して、いやワンチャンあるぞこれ。 OK、 いいの引いたぞこれ、マジでワンチャンある。どうしよう、ちょっとここのカーブでキラー使いたい気持ちはもう山々なんだけどっていうとこだな。ちょっと団子になりすぎてて、今キラー使っちゃうと怖かったんだよな。ここ SMT 出して、こっからんーショートカーしてくれる。 OK で、あー待って、めちゃくちゃ集団、ちょっと待って、やばいかこれ、大丈夫か。 OK、 カーブ後に下ろしてくれる分には全然いい。そしたらここ木の位置か。 OK、 悪くない悪くない、マジでいい展開だよ。いい展開なんだけどちょっとしんどいか。何持ってる、後ろ何持ってるか分かんない。バナナか、バナナ。 OKOKOK。 そしたらここもキノコ使っちゃって、マジで1位取れる、本当に勝たせてくれ、頼むから。ここは MT でいい。 OK、 よかった、マジでこいつで沼りたくなかったんだよ、よかった、助かった。